こんにちは、木下ゆうかです。今日はね、じゃん、ペヤング焼きそばの納豆味を8箱買ってきました。納豆味ですよ。ペヤングは最近攻めてますよね。結構話題になってますよね。ちょっと見かけたんで買ってきてみました。じゃあ作りたいと思います。はい、で麺とかやくを茹でてきました。かやくの他にはこちらのソースと太入れかやくが入っています。まずはソースを入れます。ソースの匂いが香ばしいです。次にこちらの後入れかやくを入れます。ナッツみたいですね。納豆って豆だからさ、そうですよね。なんかね、ほんのりね、納豆の香りがする気がします。ほんとナッツみたい。はい、こんな感じです。じゃん、完成です。でも結構ね、結構納豆の香りがします。焼きそばにかけるのに袋から匂いを嗅いでちょっとはそんなにしなかったんですけど、水ったらめっちゃしますね。じゃあ食べてみたいと思います。いただきます。美味しいのかな。納豆意外と何にでも合いますからね。こんな感じですね。ちょっと辛いですね。うん、なんか結構カリカリのままですね。私の作り方が悪いのかな。でも私はこれでも美味しいと思います。ちょっと粘り気と納豆の風味が出るかなって感じですね。ソースが香ばしくて納豆と味がよく合ってます。うん、納豆が夏っぽくて歯応えがカリカリして美味しいです。私、今日割と久しぶりにカップ焼きそばをお椀に食べたんですけど、炭水化物はいいですね。なんか、ポーク感があります。納豆の香りとかね、ちょっとすごいんだけど、めっちゃ納豆って感じではないけん、そんなに激物って感じじゃないです。パクチーの時とかも私的には思ったけど、意外と強烈な感じではないですよね。程よい感じの、意外と控えめに作ってるなって私は思います。うん、ここでカップ焼きそばにはじゃん、マヨネーズがあるのでつけたいと思います。ちょっと匂いがやばいかも。納豆とマヨネーズも混ざってちょっと美味しいか。うん、ソースの甘辛いのとマヨネーズが結構合ってる。納豆にマヨネーズの風味がプラスされるっていう感じですね。そんな絶対合わない、うん、マヨネーズですね。すごく合います。最後の一口いただきます。うん、完食です。すごいほんまでした。納豆ペヤング結構美味しかったです。後入れの納豆がカリカリしててトッピング的な感じでしたね。パクチーの時も思ったんですけど、意外と控えめに作っておいて食べやすいかなと思いました。納豆めっちゃ好きで、それで期待して食べた人には物足りないかもしれないですね。そういう人はもうね、納豆1パックをそのまま抜けた方がいいと思います。逆に納豆がめっちゃダメな人は納豆の香りとか割とするから、それもダメかもしれないですね。はい、でも私は納豆普通に好きなので納豆ペヤング結構美味しいので、興味のある方はぜひ食べてみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。